はい、皆さんこんにちは。はい、これから1時間ばかりですね、2018年本試験を分析ということで、去る10月の14日に行われました通貫試験の、内容的なものをですね、ちょっと分析させていただいて、その後で2019年、惜しくも18年合格されなかった場合にはどのような学習をしたらいいのかというところにお話を進めていきたいと思います。はい、まずですね、この前行われました通貫試験、総評ですけども、これはもう簡単に言っちゃうと通貫実務科目、これがもうポイントだったということで、去年の問題なんかではですね、通貫実務通ったんだけれども合格基準満たしたんだけども、2科目目の関税法等、これで、合格基準満たなかったという方結構いらっしゃった。これは五軍選択式の問題ですね。これがいくつか去年なんかは難しいものがあったからということがあるんで、理解できるんですけれども、今年の場合問題見て、皆さんもう解いていらっしゃると思いますけれども、見ると通貫業法、それから関税法もですね、ほぼもう基本的な問題ですね。ほとんど五軍選択式の問題はひねった問題なかったというふうに思います。そういう意味で1科目目2科目目ともに五軍選択式ありますので、五軍選択式で25点配点ですから、かなりの部分が得点できたのではないかと思いますのでね、今年はちょっと2科目目の関税法等で足をすくわれるという方は少なかったんじゃないかなと思います。そしてもし受からなかったという場合ですけれども、来年度はその関税法等で、2科目の関税法等でですね、合格基準満たなかったといった場合、ちょっとこれは、基礎力がですね、足りなかったんじゃないかというふうにちょっと反省しなければいけないところです。従いまして、合否のを分ける部分というのは、先ほども申し上げましたように3科目目の通貫実務ですね。ただ通貫実務科目、通常は合格基準6割になってますけれども、年によっては6割を割って合格基準下げられる場合もあるわけなんでね、12月の初めの方の合格発表を見ないと分かりません。これはね、で通貫実務に関しましてもちょっと特徴がかなり出てたんじゃないかなと思います。どんな特徴かというと、全体で17問問題ありますけれども、申告書問題、ですね、輸出申告書の問題、輸入申告書の問題、ここで配点20点、それから複数選択飛ばしますけれども、計算式問題5問でここで配点、10点ということで、もし合格基準6割、例年通り6割であれば、これは通貫実務科目全体が45点配点になってますので、27点取ればいいんで、申告書問題と計算問題全部取れちゃったらそこだけで OK だということですよね。そして、複数選択式あるいは択一式、後で少し細かくいきますけれども、見るとかなり難しいですね。全部の足が難しいというわけではないんですけれども、複数選択式なんていうと、これは答えいくつあるか分かりません。2つの場合もあるし、3つの場合、あるいは4つ答えがあるという場合なんかもあるんでね、その中で1つだけでも非常に難しい足が出てきちゃうと、これなかなか得点できなかったと思いますね。で、択一式なんかもやはり2科目目に出てくるような問題、レベルと比べるとかなり難しい部分が出たんじゃないかと思います。総じて言うんであれば、通貫実務科目においても先ほど少し触れましたけれども、申告書問題と計算式問題、配点30点の部分でどれだけ取れたかというところで、合否が分かれてくる。ここで、6割程度しか取れないとちょっときつかったのかなというふうに思います。極端な、難易度が極端に分かれたというような特徴があったのが、今回の52回の通貫試験じゃなかったかなと
というふうに、まあ、総じて言うのであれば、そういうような印象を受ける試験でした。ではですね、その中で、いくつか、まあ、ポイントになるような問題ですね、こちらの方を見ていきたいと思いますが、まあ、通関業法はこれ大丈夫だと思うんですけどね、まあ、あまり触れる必要はないのかなというふうに思います。したがって関税法の方ですね、まあ、2、3、まあ、3つ4つぐらいですかね、ちょっと触れておきたいと思いますが、まあ、難しいんで取れなくてもしょうがないというような問題もあります。まず、触れておかなくちゃいけないのは、2科目目の関税法等で、これは23問ですかね、23問、これはまあまあ答えられないというような問題ではありませんが、23問いくとこれは択一式問題ですよね。択一式問題なんで正解詞が簡単であればこれは取れちゃう、他の足が難しくてもそれは別に正解詞だけ見ちゃえば合ってればね、取れちゃうという問題で、まあ、正解詞自体がですね、これ3番の関税定率法第13条第1項、製造用原料品の減税、または免税、まあ、ちょっと減免税制度でもちょっとレアな部分ですよね、あまり出題頻度が高くないようなものなんですけども、担保規定があるかどうかというようなところが論点になってたということで、まあ、担保規定があるということが分かっていれば答えられたわけですね。それから、ちょっと複数選択式の方もちょっと一つ触れておかなきゃいけないのがありました。ちょっと戻りますが、複数選択式の方の10問、ここもですね、細かいです。正解詞5番だと思われます。これは、関税定率法第20条に規定する医薬品等の歳出または廃棄の場合の戻し税からの問題なんですけれども、この戻し税に関しましては、法律 の、 レベルではですね、輸入した場合時と輸出する時の性質形状は変わっちゃいけないよというような規定があるわけですね。しかし本物の場合はこれは関税定率法基本通達というところから出てます。法律は法律がまずあって、その後に施行令、まあ、細かい部分ですね、さらに細かい部分として基本通達というレベル、まあ、これはもう実務レベルの問題ですけども、そこから出題されてきて、正解詞がその部分だったんですね。で、性質及び形状が変わらないというのものの中には、足の5番にあるように、これ足の5番の3行目の終わりからですが、当該切断が布地の素材としての性質及び形状を失わない程度の切断、形状を失わない程度の切断であれば、これは性質及び形状は変わってないと判断されるという、まあ、基本通達のレベルで書いてある部分でね、これが、まあ、正解詞になると思われます。それから、まあ、先ほどちょっと複数選択式の方言っちゃいましたけども、複数選択式の方にもう一度戻りますが、この24問の問題がですね、これ正解詞がこれは1番と思われます。1番の問題ですね、問題文の内容ですね、これが意味が分かっていればそんなには難しくないんです。ただし、問題文がですね、試験の問題文というのは結構特徴のある書き方しているんで、何を言っているか分からないというような場合もあるんですよね。24問に関しましては、足の1番ちょっと読んでおきますけれども、経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定において、関税の上限が定められている物品であって、マレーシアを原産地とするものについては、当該物品の当該協定に基づく関税率が関税暫定措置法第8条の2に規定する特定関税に基づく関税率を超える場合を除き、当該特定関税の便益を与えないものとされている。これ何を言ってるかというと、結構簡単なこと言ってるんですよね。つまり経済連携協定に伴う税率ありますね。いろんな国と、あるいは ASEAN との協定があって、税率が定められて、かなり、税率としては無税が多いんですね。そして、
ここに書いてある意味はというと、特恵関税は経済連携協定に伴う税率が特恵関税を上回らなければ特恵関税使わないよって言ってるだけなんです。ですから安い方の税率使うよって言ってるのと同じなんですよね。経済連携協定に伴う税率が、特恵関税と同等かあるいは低い場合、経済連携協定の税率使った方がこれは輸入者にとっては得になりますからね。そういうことを言ってるだけなんで、長い文章で、まず問題文がどういうような意味になっているのかというところがね、分からないとちょっと迷ってしまったかと思いますけれども、言ってることはそういうことです。低い税率を取りますよって言っているだけの話なんですね。そのように読むと分かりやすいんですが、このように、硬い文章になっちゃうとなかなか分かりづらいじゃないかなと思います。それから関税法であともう一つですね、これは27問、これは他の予備校さんとちょっと答えが割れちゃったところになりますけれども、27問はこれは、輸入承認、外為法の輸入承認に関する問題、私どもの方の答えとしましては4番がこれが正解じゃないかというふうに思って、回答速報なんかでも4番を正解紙にしています。問題文ちょっと読んでおきますけれども、本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産動植物であって、当該船舶により輸入される貨物については、当該貨物が経済産業大臣の輸入割当を受けるべきものとして公表された品目の貨物に該当する場合であっても、経済産業大臣の輸入割当を受けることを要しないとあって、本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産物ですね、これに関しましては、特例扱いになるんですけれども、特例扱いになるといっても輸入承認の特例扱いに関しては経済産業大臣が定める場合は除かれるよという例外規定がある、除外規定ですね、特例の除外規定がありますが、この水産物に関しましてはですね、この経済産業大臣が定める場合に該当しないんです。水産物で経済産業大臣が定める場合に該当しそうなものというのは、これワシントン条約附属書該当物品しかないんですね。そうすると、水産物関係で言えばね、そうするとワシントン条約該当物品の中に関税割当品目入るかというと入らないんです。これは関税割当品目はですね、これは近海の魚等ですね、海藻なども含めてですけど、それが輸入割当品目になってまして、それらの中にはワシントン条約該当物品がないということですから、特例の除外にはならないということで、これは輸入割当、および輸入承認を受けなくてもいいというふうに私どもの方は判断して、答えを4番にしたということです。で、以上ですね、いくつか関税法の方で、これは難しいかなと、あるいはちょっと分かりづらいなということをお話ししましたが、ぐらいなんです。今申し上げたところぐらいが難しくて、先ほども言いましたように五軍選択式の問題ほとんどが基本問題で解けちゃうんで、そこでかなり得点していれば複数選択あるいは択一式の問題で、数点取れば通常の合格基準である6割これはクリアするのほとんど問題なかったんじゃないかと思います。はい、それでは問題の通貫実務の方、こちらの方にちょっと移りたいと思います。通貫実務、まず輸出申告書ですね、あるいは輸入申告書、これはですね、レベルとしましては最近のレベルぐらいなのかな、あるいは若干簡単だったんじゃないかなと。時間はかかったかもわからないけども、考え方としては頭の中で思い描くことができたような問題だったんじゃないかなと思います。まず輸出申告の問題ですけれども、これはデジタルカメラ等ですよね。輸出申告ですから貨物分類ができればこれでいいわけなんですけれども、この中でまず
やらなきゃいけない、まあ、思いつかなきゃいけないのはデジタルカメラとそれからそのカメラを入れるケース、これが一体になっているということで、貨物分類分ける必要はないということですね。一番最初のデジタルカメラとデジタルカメラケース、これは解釈通則の5の A を使う、楽器とかカメラとか武器など、まあ、ナイフなどでもいいですけれども、容器とともに入ってきた場合、その容器が一般的な容器であれば容器のことを考慮しなくて中に入れるカメラだとか楽器だけで申告して構わないということですね。通則の5の A を使います。ですから一番上の1万ドルと2000ドル、これはもう合算なんですね。1品目で構わないということです。それからスマートフォン、それからタブレットコンピューター、 SD フラッシュメモリーなんていうものはですね、これはまあまあ、分類表の方から見てもそんなには難しくないものですね。例えばスマートフォンであれば、インボイスに書いてあるスマートフォンの後に出てくるテレフォン・フォー・セルラー・ネットワークですね、この文言を注目すればいいわけですよね。それは輸出統計品目標抜粋の方にもこの英文表記出てますから、これを探し出すだけで分かっちゃう。タブレットコンピューターもね、これは携帯用タブレットですから携帯用だというふうに解釈して、あとは重さで、分かりますよね。それから SD フラッシュメモリーというのは、これはまあ類中を使わないといけない。85類の類中、85類の中の5のスモール A ですね、ここに不揮発性半導体記憶装置ってなって、その英文表記が同じような表現になっている、フラッシュメモリーカードというふうになって、問題は輸出の場合はこの一番最後 DVD ロム、これをどうするかというところで迷ったかもわからないんですが、これはですね、結構まあテクニックを使っちゃうと分かっちゃう。 DVD ロム云々というのは、そのフラッシュメモリーのその下にスマートカードというのがあって、ここにもロムなんていう言葉が出てくるから、ここでごまかされちゃう可能性はあるんだけども、そうすると、まあ、分類としましてはですね、今皆さん持ってるか分かりませんけれども、輸出統計品目標の8523のところの一段落ちで、磁気媒体かそれから光学媒体かそれから半導体媒体かと悩んじゃうと思うんですね。で、磁気媒体っていうと磁気テープですから、これはなしなんですよ。今の DVD とカードムっていうのはね、この DVD っていうのはそもそも光でその中に入っているものを読み取るというものになるんですね。ただし先ほど言いましたように類中の方で、ロムですね、 ROM なんていう言葉が85類の中の5のスモール B に書いてあるんで、ここに引っ張られちゃう可能性があるんでね、光学媒体か半導体媒体か迷うんだけども、もし半導体媒体にしちゃうと、この5番の貨物というのは1000ドルしかないんでね、小額貨物なんですよ。そうすると15の選択肢を見ていくと、もし半導体媒体の方にしちゃうと、これはですね、まあ、スマートカードっていうのはありますけどね、こちらの方に持っていっちゃうと10桁目が数字入ってるんですよ。で、20万以下であれば10桁目これ単独になりますから E にしないといけない、イングランド E にしないといけない。そうするとおのずと答えが導き出されるということになってね、9番を選べばいいということですよね。そのあたりのところも踏まえてね、いろんな可能性を考慮しながら解くのが申告書問題。まあ、5つのあたりは今の一番最後の分類だけはちょっと難しかったかなと思います。それから輸入の方ですけどもね、輸入の方も確かに時間はかかったと思います。これはね、いろんな要件がありました。ここにも書いてありますけれども、一つ目は、まあ、一つ目二つ目は順番はどうでもいいんですけども、ユニセックスの衣類ですね、
男性用女性用問わないという衣類ですけれども、この場合なんかは男性用か女性用かが分からなかった場合は女子用の衣類にしなさいということが、まあ、類中の方でも書いてあります。これはね、62類の中の8に書いてありますよね。それから繊維の選択、ここが一番ポイントですね。繊維の選択、これは2年前の輸出申告書の問題でも出てます、問われてます。繊維の選択というのは衣類に関しては61類62類の中に入ってくると、高レベルでこれはまあ男子用のジャケット、あるいは女子用のジャケットということで分かれてきますが、その後5レベルで分かれるのは何の繊維を使っているかですよね。ウールを使っているのか、コットンを使っているのか、あるいは人造繊維を使っているのかというところで分かれてくる。そこで、人造繊維とか、あと気をつけなきゃいけないのはウール関係ですよね。まず繊維を選択するにあたっては類ですね、50類、51類、52類、53類、54類、55類とありますが、その類を決めなさいということです。ウールとカシミヤというのは同じ類に入る。ナイロンとかアセテート、あるいはポリエステルなんていうと、これは人造繊維に入りますから54類55類入るんで、まず類の中で一番大きな割合を占めているのはどの類かというのを決めた上で、その後でさらに分かれるんであれば、その例えば人造繊維であった場合は合成繊維、再生繊維、半合成繊維というふうに分かるんであれば、そこでまた判断すればいいと。まず類を決めてから最終的な繊維を決めるということが分かってないといけない。2年前の輸出申告書の論点ですね。ですから、まあ2年前の問題をやっていった方はすんなり答えられたと思いますけどね。それからハンカチとスカーフ、サイズによって変わってくる。60センチを境にして、まあ一辺でも60センチを超えちゃったらハンカチというふうにインボイスに表示されてもスカーフ等に持っていかないといけないと。そして4つ目の論点、ここが一番難しいんですけども、まあ3つ目の論点の方に書いてありますけどもね、生地にゴムやプラスチックを染み込ませた衣類ですね、これは6210項で分類しなければならないことということがあって、6210項の規定、6210項の規定というのは、これは6210項の規定はですね、実行関税率用の方抜粋を見ますと、衣類、5602項、5603項、5903項、5906項、または5907項の織物から製品にしたものに限るとあって、衣類でもですね、この中では該当するのが、これがレディースレインコートですね。レディースレインコート、インボイス表記見ると最後にコーテッドウィズポリウレタンとあるんで、レインコートだけ、まあコーティングしてない、ゴムとかプラスチックをコーティングしてないものであれば、これは6202個ですね、6202個にレインコートあるんでそこで選べばいいけれども、ゴムとかプラスチックをコーティングしてある衣類は、当該その6202項で分類するのではなくて、今読みました6210項の項の規定により、こちらの方で分類しなきゃいけないということがあるんですね。そこの部分が分かるか分からない、ここが、ね、一番難しい、レインコートが一番難しかったのかなというふうに思います。そして繊維の選択で言うんであれば、例えば一番最初のユニセックスパジャマですね、これウール 40%、 ポリエステル 30%、 ナイロン 30% となっています。ウールが一番大きいので、ウール毛織物に持っていこうかなというふうに考えちゃうかもわからないけども、ウールとそれ、ウールはこれ51類でしたかね、それから、ポリエステル、ナイロンというのは人造繊維なんで、ともに54類55類に行きますから、このポリエステルとナイロン足すと 60% になるんで、人造繊維の方が多いというふうに見ないといけない。
ということですね。これがまず類を決めるという意味なんですよね。そこが分かってないと、まあ、処置できなかったということですね。あとは2番、先ほど言いました2番はね、なかなか難しい判断、これがね、いろんなところを見ないと分からなかったんで、解きにくかったかなと思います。で、2問目の輸入申告に関しましては、貨物分類は、まあ、そういうような形ですね、一つだけちょっと難しい論点がありました。課税価格はこれはもう特典源でしたね、ある意味ではね。問題文の、まあ、第2問の方ですね、6ページになりますけれども、ここの6番7番8番ですよね。6番7番8番これを処理して、加算するかしないか判断しますけれども、これはもう基本レベルの問題です。全部ね、6番なんかはこれは輸入取引の成立のための業務を行うものに対する対価ですから、もう仲介手数料そのものになります。仲介手数料ですから、M 買い手が支払った 10% の部分は加算です。これはね。そして7番に関してましては、これボタンですね、ボタン加算だというのは分かりますよね。買い手が売り手に無償で提供する物品に該当しますから加算対象になる。ロス分をどうするか、ここも基本ですよね。ロス分も含めて加算しないといけないということですね。それから8番に関しましては、これはラベルですね。ラベルも本来買い手が売り手に対して無償提供するものであれば加算だけども、一つだけ加算しないものがある。それが法律により義務付けられている表示のみ、これが記載されていた場合には加算しないということで、まさにそうなんですよね。8番の問題文の2行目見ると、家庭用品質表示に基づき義務付けられている事項のみを表示していると、ここの部分を押さえるだけでいいわけなんで、これは加算しないということですよね。6番とそれから7番に関してはユニセックスパジャマだけ加算ということですが、これ全問取っとかないといけない問題ですね、ここはね。ということで、振り返ると、通関実務科目の輸出申告書、輸入申告書20点配点なんだけども、貨物分類の方で 1つ2つぐらい落としても構わないです。しかし課税価格ですね、申告価格の10点の部分はこれはもう絶対取っておかないといけないというふうになりますから、20点配点でやはり17、8点は取っておかないとというところの、まあ、問題だったのかなと。十分取れる問題です。そして、複数選択択一ちょっと飛ばします。もう一つ取っておかなきゃいけないのは計算式問題ですね。ここも配点10点ですね、全体で10点になりますから、先ほどの申告書の問題で例えば17点取って、計算式問題で満点取っちゃったら、これで27点いっちゃうんです。27点というと45点中の6割27点、合格基準いっちゃうということですよね。ですから、まあそこの部分だけで取れちゃうんだけども、ケアレスミスがやっぱりあったらちょっと命取りになりますが、計算問題も2問ばかりちょっとややこしいのがあります。それはまず、計算問題の方の第8問ですね。ここはね、ちょっと取れなくてもしょうがないのかなというふうに思います。実はこの問題のですね、論点というのは確か平成22年の問題と同じなんです。で、今22年のですね、問題を探っていくと、多分税関の方のホームページは出てないはずです。削除されてます。なぜなのかというと、答え間違ってたからということがね、あったんだと思うんですね。それはなぜ間違えたかというと、まあ、今年は大丈夫だと思いますけれども、延納ですよね、納期限の延長制度を使って納期限が延長になったということは、まあ、3ヶ月後まで、まあ、個別であれば納期限延長できます。それに伴う修正申告があったということですね、第8問の問題。そうすると、なぜ納期限が延長されるかというのは、担保を提供しているからなんです。担保の提供は
どの額を担保提供するかというと、輸入者が行った納税申告の額、これに対する担保なんです。で、その段階では修正申告をすることを前提にしてないんです。したがって修正申告というのは不足税額ですよね。不足税額に対して担保提供してないということになって、修正申告の不足税額に関しては担保提供してないから納期限を延長されないというふうに判断する。そうすると原則通り輸入の許可の日が法定納期限ならざるを得ないということなんですね。そこから、まあ、輸入の許可の日の翌日ですよね。したがってこの時系列でいうと2月の22日が法定納期限にならないといけない。まあ、大体の方はこれ、納期限の延長制度を使っているんで、5月の21日ですかね、関税の納期限の延長の期限日、ここに持ってきちゃった方が多いんじゃないかと思いますけどもね、輸入の許可の日になっちゃいます。これはあくまでも納期限の延長制度が適用できるのは輸入者が行った輸入納税申告の額だけなんです。それだけが3ヶ月後まで期限が延長できるんで、不足税額である修正申告によって納めるべき関税はもともと担保提供がなされていないので、これは納期限の延長の対象になってない、つまり言い換えれば法定納期限は延長されない、輸入の許可の日が法定納期限になるということになるんです。そうすると延滞日数が変わってきちゃいますよね。それから、まあ、第9問なんかはこれはもうよく出題されてくる問題です。これはもう取っとかないといけない、蔵入れ承認あるいは移し入れ承認双方入れ承認した後輸入申告した貨物、まあ、原則として輸入申告の日における法律ですね、これを適用しますが、輸入申告の後法律が変わった場合ですね、3つのパターンが、1つは輸入の許可の前に変わったら輸入の許可の日におけるですから改正後の法律、そして輸入申告と輸入許可の間に輸入許可前引取承認という手続きが入ってきた場合は、その輸入許可前引取承認の前で法律が変わったんであれば新しい法律、その後で変わったんであれば原則に戻って輸入申告の日、古い法律によって適用するという形になるんでね、本問の場合はこれは輸入許可前引取承認入ってますんで、これが4月の3日で改正は4月の1日ですから、輸入許可前引取承認の前に法律改正になってますから改正後の 9.7% これを適用するという形になります。それから10問はね、これは全然難しい問題ではないと思いますけれども、まず割引に関しましては全体9000個を契約してますから5001個以上の場合の 10% これをですね適用するということですよね。それからデザインですね、デザインこれももう本当基本的な問題ですよね。本邦において作成したデザイン駅務になりますから、本邦において作成したものに関してはこれは加算する必要ない、不算入ということでいいですね。それから4番に関しましては、これはまあ最後の歯ですよね。輸入港における当該バッグの船卸しに要した費用、船卸しですから到着後と見ないといけないので、この費用は1万5000円加算しちゃいけないということです。次11問いくと、11問はここは課税価格の問題の中で一番難しかった問題で引っかかっちゃった方もいるんじゃないかと思います。取引の中で当事者が3社出てくる、 M と X とそれから Y ですねあって、まず M と X の間で取引をして輸入取引をして貨物を運んで来ようとする前に M と Y の間で今度は違う輸入取引、まあ、その当該輸入貨物にかかる輸入取引をした、その取引に基づいて輸出者は最後に契約をした Y の方ですね、 Y の方に貨物を送っているということになってますから、
この問題における単価ですね、これは、まあ、単価というよりも売買価格ですね、これは M と Y との間の契約が当該輸入価格、まあ、課税価格を求めるにあたっての取引というふうに見ないといけないので、180万の方ですね、これを採用しないといけない。ここまで分かったとしても次の4番ここでですね、迷った方結構いると思います。足の4番見てみると M は X からの請求に基づき当該家具の価格とは別に当該家具の生産に使用された工具にかかる費用として8万円を支払った。この8万円をどう扱うかということですよね。この問題のポイントというのは、先ほど言いましたようにこの課税価格を求めるにあたっての輸入取引は何であったかということです。 X と M の間じゃないですね。先ほども言いましたように180万という価格を取っているわけなんで M と Y との間が輸入取引だとします。もちろん M と X の間であれば M は買い手です。しかし M と Y になった場合最終的に Y が輸入者になっているわけなんで M は Y にとって売り手なんです。売り手になりますね。で売り手が支払った費用はこれは課税価格考慮せずという大原則があります。したがってこの8万円というのは加算しちゃいけないんです。 Y にとっての売り手は M になるということですね。そこに気がつかないといけないということですね。次は第12問ですけれども、ここではですね、足の3番でしょうね、悩んだのはね、 M は前回 X から購入し輸入したセーターに不良品が含まれていたことから X に対して当該不良品による損害に相当する額を求償した。その結果 X は今回 M が輸入するセーターの売買価格から当該損害に相当する額を控除した残額を M が X に支払うことで合意した。 M は X に対し当該残額を支払ったとあって、まあ、これは前回の損害賠償ということですから、まあ、そんなには悩まなくても済むと思いますが相殺値引きですね。これはね、相殺値引きになりますから15万円これは引いちゃいけないというところが分かっていれば答えられます。課税価格の計算問題は11問を除けば10問12問はこれは必ず取らないといけない問題でした。はい、ここまでがね得点できるだろうというような問題です。残りのですね複数選択式ですね、と択一式若干触れておきたいと思いますけれども、まず複数選択式ですねの第3問ここはですね一番最後の足クレジットカードによる支払いがどうなのかってこれは悩んじゃいますよね。ただしですねその支払い云々というのは去年なんかもここの論点出てまして、国税通則法34条の3、納付の委託制度というところの巡業なんですけどもコンビニかなんかで支払える国税が支払えるかどうかと。まあ、国税は支払われるけども関税はそれを準用しないんですね、コンビニなんかで、支払えない。同じような論点が足の5番なんです。クレジットカードでもその制度というものは通常はまあ支払えるけども関税に関してはその対象外になっているということなんです。論点は去年の問題と似ているんだけれどもなかなかこれはちょっと馴染みのないもので見たことないと思いますねこんな問題はね。ですからまあこれ答えられなくてもしょうがないです。第3問ね。それから第4問もねこれもなかなか答えづらいましてや複数選択式になっていますからね、これも答えられなくてもしょうがないですね。次第5問、これは最近といいますか通関実務科目においてはよく出題されてくる輸入通関に関する問題の一つ事前紹介ですね、事前紹介制度からの問題ですけれども、ここもですね足の4番とか足の5番なんかは非常に細かい部分が出てますんで、これもですねなかなかきついかなというふうに思います。
3問4問5問は複数選択肢というその出題形式も踏まえると取るの結構きつかったと思います。で6問7問ここはまあ案外取れそうなところなんですね、ただ細かいです非常にね。第6問に関しましては、これはこの14ページに書いてある下の表ですね、この読み方が分かってないと取れないんです。これ何かというと原産地のですね認定基準ですね、特権関税制度ですけども関税暫定措置法施行規則からの問題になりまして、原産地の認定をするにあたっては一つは項の変更、4桁の項の変更で、原産地が実質的な変更を伴うというものに持っていける場合があるし、しかし品物によってはこのようにですね原産品としての資格を与えるための条件が品物ごとによって、設定されているものがあります。でそこからの問題なんだけども、61類62類63類というふうに表があって、原産品としての資格を与えるための条件61類見ると防食用繊維の織物または編み物からの製造、それから62類も防食用繊維の織物または編み物からの製造というふうになってますね。でこの2つは織物から製造したものであれば原産地認定しますよということなんですね。で生地というのは、まあ、63類出てきますが、ここでポイントになるのは生地を作る前は糸ですね、その糸を作る前は繊維です。ですから織物からの製造といった場合は糸から作っても繊維から作っても OK なんですよ。でも糸からの製造といった場合には織物から作ったら原産地の認定は与えられない、繊維から作ったら糸の前が繊維ですから、これは原産地認定にちゃんと資格を与える条件に合致すると、そういうような読み方をしないと分かんないということですね。織物はいきなり織物じゃなくてその前は糸でしょうと、糸の前は繊維でしょうと、ですからその織物のということであればその前の過程から作っても問題ない、糸の場合は糸プラス繊維から作っても原産地の認定を受けることができるというふうにそれを判断する。まあそこまでねちょっと頭を巡らせないと解けない問題。それから第7問に関しましてはこれも原産地の認定ですね。ポイントになるのは、下の方品目別原産地規則、それから関連物品の関税率表の所属というところですね。例えば、1番日本で収穫した生鮮オリーブを英国に輸入し英国で採油したオリーブ油ですね、原産地がですね、これは英国の加工というのはオリーブを絞るという加工をしたですね。でこのオリーブ油についてはこれは1509項に属します。それ下の方に表に書いてありますね。1509項で1509項の品物というのは今度はその上に書いてある品目別原産地規則を見ると1507から1518項に該当しますね。当然ね番号的にこうなった場合にはこれらの品物に原産地の認定を与えるためには1507項から1518項の各項の産品への他の類の材料からの変更、他の類からの変更であればこれは原産地の認定を与えるよって言うんですね。で1番の貨物を見るとオリーブはこれは7類です、野菜ですね、そしてオリーブ油は15類になるから類の変更を伴ってます。しかし括弧書き、正し書きがついてて品目別原産地規則の中で7類8類および12類の物品からの変更は除くとあって、だからオリーブを輸入してオリーブ油を作った、オリーブを絞るだけでオリーブ油を作ったという加工はこれは原産地を与えられるものにはならないということなんですね。しかし
その2番の方ですね。で1番の方は、まあ加工としては原産地を与えることにはならないんだけども、1番はこれ日本が絡んでいると。日本が絡んでた場合にはこれは自国関与基準と、まあ、特権関税でいうとそういうような考え方ですね。それが累積というところに出ている。15ページの今度は下から 3つ目のところですね。産品が一方の締約国の原産品であるか否かを決定するにあたり、当該一方の締約国において当該産品を生産するための材料として使用される他方の締約国の原産品は当該一方の締約国の原産材料とみなすと。相手国の材料を使っても自国で作ったものと変わりないよという考え方、これは特権関税で言えば自国関与基準、これを適用したというふうに考えればいいんで、まあ、1番は、ね、自国関与基準ですから、全てがその A 国で生産したというふうに見なして、A 国の原産品になります。同じような品物でも2番はこれは自国関与基準に該当しないので、品目別原産地規則のところの7類のものは除くと、類の変更を伴うけども7類が除かれるので、A 国の原産品にはならないというね、そういうような見極めで、細かいんですけども取れない問題ではないですね。ただ細かいです、非常にね。でこれが複数選択ですから、複数選択の場合は第6問第7問が取れたかもわからないぐらいね。まあ、あとは、申告書の問題、課税科学の、まあ、計算式問題でね、取りこぼしちゃった分どこで取り返すかっていうと、あと択一しかないですね。択一式の、まあ、17問はちょっと論外です、これはね。こんなものを勉強している方は多分いないと思います。アルファベット2文字3文字でね、品目別規則とか付加価値基準、これを表すなんて、これなの見たことないっていう方がほとんどだったと思いますんでね、もうこれは論外です。17問を解けなくていいです。あとは14問13問からですか。13、14、15、16とありますけどね、取れそうなのは14問とそれからまあ16問ぐらいですかね。13問に至ってはやはりこれは基本通達レベルのものになるんで、まあ、ゼロ回答だというふうに私どもは考えておりますから、なかなかゼロ回答回答しにくい部分ですよね。それからまあ15問ですね。16問もゼロ回答になるんではないかと思いますから、かなりこうやって見ていくとね、複数選択択一式もかなり正解式が厳しいし、ゼロ回答というものが混じってきますから、計算申告書それから計算式問題以外のところで得点できるのは 3,4 点から多くて5点ぐらいだったんじゃないかなと思いますから、いかに、申告書の問題それから計算式問題で取りこぼしなく、30点満点に近い得点をどれだけ取れたかによって、もう合否ほとんど決まってきたんじゃないかなというふうに考えています。はい、これがですね、全体的な総括になりますが、じゃあ、2019年度どのように対策を取っていけばいいのかということですが、やはり通貫実務科目、これがポイントになってくるのは間違いありません。しかし去年の問題でもありましたように、2科目目の関税法等に関しましても5分選択式の問題で、あそこでも、難しい論点入れられちゃうと得点が稼げない場合がある。それが去年の関税法の問題だったんでね、関税法の問題と、まあ、知識というものはこれはおろそかにはできない部分になります。当然そちらの方もね、特に過去問題を中心にしてですね、実力これを維持していかないといけないというふうに考えられます。それから、通貫実務科目においてですけれども、申告書問題それから貨物の分類問題においては、ここ数年ですね、顕著な特徴があります。何が特徴かというと、4桁の項ですね、輸出統計品目表あるいは実効関税表に記載されている4桁の項あるいは部の中類の中ですね、その文章
それを覚えろということではなくて、その、本試験の場面で即座に読んでそれを正確に理解できるかという能力、これがですねここ数年、問われている論点になりますから、そこの意識を持って申告書問題なんかに取り組んでいただきたいと思います。できるだけ輸出統計品目あるいは実効関税率をですね、このあたりのところはそこの項の規定をねしっかり読み解く、自分の力で読み解くという力をこれを磨かないとなかなか申告書問題あるいは複数選択択一式問題での貨物分類の問題ね、これ対処できなくなってきているということになってますから、そこの部分を一番磨きていただきたい。それからやはり、今年と同じように申告書問題と計算式問題で得点できないと合格基準ですね、まあ、例年であれば6割なんで27点になりますけども、そこの部分がなかなか得点できません。複数選択択一式で得点が今先ほども見たようになかなか得点しづらい部分になりますから、もうこれはやはり申告書問題と計算式問題、ここを能力をアップしていかないと対応できないんじゃないかなと思います。なかなか今見たように複数選択肢見たことないような問題まで出されちゃう、あれはまあ皆さんがですね、勉強してないということではなくて誰でもが解けないんですよ。誰でもが解けないような問題を配置しちゃってきているということですから、もうこれは今何度か申し上げてますが、申告書と計算式問題、ここで得点を稼ぐしかないです。うまくいけば今年だってその2つで30点取れちゃうわけなんでね、まあ、30点まで必要ないわけですよね。3点は取りこぼせるわけです。27点取ればいいんで、まあ、今年の問題を見る限りはできます。これはね、ケアレスミスなければという形になるんでね、計算式問題、課税科学の問題中心になりますけれども、延滞税とか関税計算修正申告、それから過少申告加算税関係なんかもねしっかりと得点して、できるだけケアレスミスないような学習、これが必要ですし、課税科学に関しましては、まあ、最近の論点としましてはちょっと落ち着いてます。あまり、重箱の隅をつつくような論点を出してはこないんですね。しかし場合によってはですね、申告書問題でこれ難しい論点出されちゃうと輸入申告書の申告科学根こそぎ10点やられちゃいますんでね、この辺のところは油断しちゃいけませんから、課税価格関税定率法第4条の知識というのは、まあ、深ければ深いほどいいというふうに思いますから、ここはまあしっかりと深い知識をですね、携えてしっかり勉強してほしいところですね。まあ、申告書それから計算式問題、ここに多くの労力を費やすというのがこれからも含めたポイントだというふうに思います。はい、以上分析とですね来年の課題に関しましてはこのぐらいにしておきますけれども、次最後ちょっとコマーシャルだけね、広告だけさせてください。皆さんのお手元にですねパンフレットあると思います。パンフレットありまして、初学者コースというのは基本のものですけども、かなり他の予備校に比べると回数多いです。66回というふうになってますんでね、かなりこれをクリアするというのはね、かなり時間を取ってやっていただきたいと思いますね。そして前のページですね、今の8ページ9ページですね、それから6ページ7ページに関して出ているのは必勝コースとあります。これ必勝コースというのは先ほどの合格コースプラス何がプラスされているかというと、6ページ7ページのところでは紫色の実践力パワーアップ講座計算編、それから実践力パワーアップ講座申告書編、これが加えられているんですね。そうしますとですね、必勝コースを見ると通貫実務対策講座というものもあるんで、計算編申告書編というのは非常にボリューム多いです。で、全てオリジナル問題になっておりまして、
同じ申告書編7回と6回に分かれてますけども、重複問題ありません、ありませんから、その分だけ多くの申告書問題あるいは計算問題ですね、これを解くことができるというふうになっておりまして、他校の方のコースなんかと比べていただければ、レックの方の特徴というのは通貫実務科目、計算編、それから申告書編、それから貨物分類編というふうに分かれてまして、そこにかなりのボリューム、これを割いているというところが特徴になっておりますのでね、通貫実務科目、実力アップするためにはぜひこのあたりのところも含んだものはね、必要になって、検討いただけたらと思います。はい、ちょっと最後はもう一つありますね、ごめんなさい、コースじゃないんですけども、パックというもので8ページ9ページね、これは1科目目2科目目の方はまあ合格基準を満たすには独学でもいいよといったような方、通貫実務だけちょっと実力アップさせたいといった方のためには、この難関攻略パックというものを用意しているということですね。それから割引制度に関しまして、若干お話を最後にしたいと思いますが、割引に関しましてはですね、必勝コースのところに見ると分かり、7ページ見ると分かりやすいかなと思います。7ページの上の方に、月ごとですね、いついつまでであればいくらマイナス、ですね、11月の30日までであれば6万円、通常の価格から早期割引ということを設定しています。1月31日までであれば4万円、それから3月31日までであれば2万円ですね、4月1日以降はなくなっちゃいます。プラスもう一つ、去年なかったもので、今度は一番最後のページ見てください、裏で一番裏ですね、通関業者輸出入関連企業従業員割引と、これは以前やってた割引なんですけど、ちょっと復活させていただきまして、貿易関連のお仕事をやっている方であれば、先ほどの早期割引価格プラス2万円割引ですね、これがつけられるということで、11月30日までであれば6万プラス2万8万円ですね、これが安くなるという形になりますから、ぜひともこのあたりのところもご検討いただけたらと思います。はい、それではちょうど1時間ぐらい、ちょうど1時間になりましたので、この辺で、2018年の本試験を分析、2019年はこうなるというお話をですね、一旦終了させていただきます。お疲れ様でした。